利厚生の良さだけで化学メーカーに興味を持っているそこのあなた、化学メーカーのこと本当によく理解していますか？こんにちは、就活アドバイザーの京香です。月に200万回就活生が訪れるウェブサイト就活の教科書を運営しています。皆さんは三菱ケミカル、信越化学工業という企業名を聞いたことがありますか？何それ聞いたことないという方も多いのではないでしょうか。実はどちらの企業も化学メーカーの超トップ企業なんです。このように化学メーカーは世間的な知名度が低いので、名前を聞いたことないし、なんか倍率が低そう、内定取れそうと考えてエントリーする就活生も多いんです。しかし化学メーカーはホワイト業界として有名なので、あなたが思っているほど簡単には内定を取れません。例えば最初で例に挙げた信越化学工業は平均年収850万、離職率 0.7%、 事務系の倍率が50から100倍以上とも言われています。でも言い換えると、多くの方が受けに来るほど魅力的な業界なんです。そこで今回は化学メーカーの就職偏差値ランキングについて紹介します。就職偏差値ランキングを参考にすれば、あ、化学メーカーってこんな企業もあったんだと新たな出会いが生まれますよ。さらに化学メーカーの年収調査も紹介していきます。それでは行きましょう。就職偏差値を紹介する前に、化学メーカーってどんな仕事をしているのって方のために仕事内容を簡単に解説していきますね。ざっくり言うとそのままなのですが、化学に関する商品を作っているのが化学メーカーです。具体的にイメージするために、皆さんが今着用している服を例に説明します。洋服は細かく見ていくと無数の糸が織られてできていますよね。最近は天然素材だけでなく化学繊維も多く利用されています。ポリエステル、レーヨンなど、どこかで聞いたことがありませんか？この洋服の元となる化学繊維や繊維の原料を開発製造しているのが化学メーカーなんです。もちろんこれは一例なので、その他にも様々なものを開発製造していますよ。はい、なんとなく化学メーカーについて理解できましたか？さて、化学メーカーの仕事内容は分かりましたが、実際どんな化学メーカーがあるのか気になるところですよね。それでは本題の化学メーカーの就職偏差値について紹介していきます。就職偏差値は2チャンネル掲示板でユーザーたちが企業の人気度、難易度を議論し数値化したものであり、正式なものではなく、あくまで一般人の主観で決定したものです。企業のことをランキングするなんてけしからんと不快になる方は、ここで動画を止めてくださいね。多くの企業の名前を紹介しているので、気になる方は動画を止めながら見てください。スクショして友達にも共有しても面白いですよ。それでは行きましょう。まずはじめに SSSQ について見ていきます。このランクは世界トップクラスの化学メーカーです。はじめにお話ししたように、化学メーカーはその多くが B2B 企業なので、世間的な知名度は低いです。でも実は世界に誇れる素晴らしい企業ばかりなんですよ。例えば三菱ケミカルは連結売上高3兆5805億円、世界第6位の総合化学メーカーです。開発製造している製品も世界的に評価を受けているものが多いです。次に SQ について見ていきます。 SQ もとても人気があるランクで、日本トップクラスの化学メーカーです。例えば三井化学はメガネレンズ材料、燃料タンク材料で世界シェア1位、車のバンパー材料、車のドアシール材料でアジアシェア1位を獲得しています。労働環境も非常に整っているようで、年次有給取得消化率は 79%、 平均勤続年数は男性 18.9 年、女性 20.4 年、離職率は驚異の 1% 台。このように働きやすい制度や環境が整えられていることが分かりますよね。続いては A+級、A級の企業です。何でも扱っているというよりは専門分野のトップ企業が増えてきます。文系の方にとってはよく知らない企業が増えてくるのではないでしょうか。例えば宇部興産は今後ますます需要が高まる電気自動車などに搭載されるリチウムイオン電池の電解液の世界シェアを 8-9% も獲得しています。また高砂工業は食品などに使われる合成香料の会社で、売上高国内第1位の会社ですよ。ちなみに私はラベンダーの香りが大好きです。北海道にはラベンダーソフトクリームなんてものもあるんですよ。次に B+級について見ていきます。さらにニッチな世界に入ってきますよ。文系の方だとほとんどの会社がちんぷんかんぷんだと思います。でも実は皆さんもよく使うようなものの世界シェアを獲得している企業が多くランクインしているんです。例えば坂田インクスは皆さんも必ず使うボールペンやプリンターなどに使われるインキの世界シェア第3位の会社です。売上高の 50% が海外での売上なので、日本の人口が減少しても影響は少ないかもしれませんね。ちなみに私はボールペンならサラサ派です。皆さんはどこのボールペンが好きですか？次に B 級について見ていきます。企業名と事業内容が一致している人は理系の方も少ないのではないでしょうか。とはいえ非常に魅力的な企業が多いです。
例えば日亜化学はリチウムイオン電池の材料などで世界シェア 10%、 照明やディスプレイなどで使われている青色 LED 分野で世界シェア 20% です。また日亜化学は今当たり前に使われている白色 LED を世界で初めて開発した会社です。青色発光ダイオードを発見しノーベル物理学賞を受賞した中村さんの元勤務先としても有名ですよね。このように化学メーカーは今までの日常を一変させるような革新を起こせる業界なので、やりがいを感じる方も多いはずです。化学メーカーはレベルの高い業界なので簡単に入社できるわけではありませんよ。レベルが高い理由として大きいのはやはり待遇がいいことが挙げられます。実際化学メーカーはどれくらいの年収なのか気になるところですよね。そこで化学メーカーの平均年収トップ15について解説していきます。化学メーカーはどれくらいの年収をもらえるのかデータで検証していきます。それでは行きましょう。それでは実際に化学メーカーの平均年収トップ15の企業を見ていきましょう。今回は上場企業のデータが掲載されているユーレットを参考にご紹介していきます。就職偏差値ランキングで上位に名を連ねた企業も多いですが、見かけなかった企業もランクインしていますよね。注意してほしいのはこのランキングには持ち株会社も含まれていることです。また今回紹介した平均年収は現場の作業員さんや高卒の社員の方など全ての従業員を含めた平均年収です。なので大卒・引率の社員はさらに多くの年収をもらっているのではないでしょうか。そう考えるとかなり高い年収をいただけそうですよね。ここまでの説明で化学メーカーの就職偏差値と年収についてお分かりいただけましたでしょうか。一つ覚えておいてほしいことがあります。それは就職偏差値は2チャンネルの主観的な意見も混じっていることです。俺の行きたい会社偏差値高すぎ、絶対無理じゃんなど、あまり一喜一憂しすぎず参考程度に活用してくださいね。就活の教科書では就活を成功させる方法を LINE メルマガとして配信しています。今なら就活完全マニュアルを登録者限定でプレゼント。詳しくは動画の概要欄へ。もしこの動画がためになったという方は動画投稿の励みになりますので、いいね、コメントなどいただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。